皆さんこんにちは。カプコンファイティングコレクションオーディオディレクター兼カプチューンギターの辻野です。はい、カプチューンのリーダー岡田です。カプチューンはですね、サウンド指数公式のバンドでして、こうやっていろんなタイトルに関わらせていただいております。はい、今回はカプコンファイティングコレクションのあの名曲をカプチューンがバンドアレンジしてお届けします。なんとその数8曲。ヴァンパイアシリーズにストリートファイターからサイバーボッツ、ウォーザードまで多彩です。いや、気合十分ですね。今回はですね、カプチューンとしても新しいメンバーやアレンジャーを迎えての、新しい世界観もあったりと、本当にいい仕上がりになっております。はい、格闘ゲームの世界にカプチューンがデビューしたのはストリートファイター5シーズン5からなんですよ。格闘に求められる疾走感であったり爽快感がバンドアレンジにマッチしたわけですね。で、ストリートファイター5のプロデューサーであり、今回カプコンファイティングコレクションのプロデューサーである松本さんから、今回もどうやと今回の話いただいたわけですね。もう感謝しかないですね。ありがとうございます。はい、アーケードのゲームの曲って本当にどれも時代を彩ってて、本当選定に苦労したなという感じですね。で、私たち、サウンドチームの先輩方に、当たる曲ばっかりなので、どれもですね、リスペクトしつつ丁重に扱わないといけないなっていう感じでした。そうですね、ヴァンパイアシリーズなんか当時のオリジナルの作曲者が近く座ってますから、ね、そう、本当すぐそこにねはい、そんな感じで曲の選定の基準はですね、私たちが昔ゲーセンで遊んでとても印象に残っている曲たちっていう感じです。で、本当に記憶をたどるとですね、私たちがカプコンに入社する前の話ですし、2人とも学生服を着てた頃の思い出だなっていう感じです。はい、本当これがどれだけ光栄なことか。全曲ガチです。本当にガチです。はい、僕は今回のカプチューナの収録タイトルはほぼ遊びましたね。なのでもう思い入れしかないです。もちろん格ゲーの入り口はスト2だったんですけど、ウォーザードなんかもうすごいシステムが斬新で、パスワード入れる格ゲーなんて他にないですからね。ヴァンパイアにしてもね、サイバーボッツにしてもちゃんとした世界観が確立されてて、今みたいにこうリアルな映像ものじゃないんですけど、そこにぴったりの BGM がくっついて、もうしっかり世界観を構築してるわけですよ。僕らの当時ね、ファミコンとかスーパーファミコンとかの時代だったんで、家庭用ゲームとかね、それがメインの時代だったので、そのアーケードのとかものすごくかっこよく聞こえたんですね。今でも大好きなんですよ。それね、カプコンファイティングコレクションのサウンドギャラリーの曲なんですけど、これ基盤につないで録音しましたねそれだけね、価値のあるね、BGM なんですよ。はい、はい、そうそう、本当にね、僕も同じだったかなと。で、ゲーセンで筐体で鳴ってる音で、本当になんかこう当時テレビでなんかこう聞いてる音よりもなんかこう体にこう響くというか、ゲーセンって本当にいっぱい筐体並んでるんで、なんかその記憶はすごくあったなと。で、なんで本当になんかその対戦とかもさらに含めて、なんかこうゲーセンのライブ感というのはすごいなと思ってましたね。なんかすごいそういうところがなんかこうバンドとかバンド演奏につながるような感覚があって、で本当に時代的にもやっぱりこうスト2は一番やっぱりハマってたというか、曲の印象はやっぱりすごく強くてですね、その曲を聴くためになんかこう上手いプレイヤーの後ろに立って曲だけ聴いてるみたいな。あったあった、あれ格ゲーも基本的にコンティニューしないし、当時お金なかったし長くね遊びたいし、やっぱり上手くなったら練習したいんで、近所のお兄ちゃんでね、めちゃくちゃ上手い人いたの覚えてますよ。はい、ちゃんと告知しますよ。まずはストリートファイター5からですね。はい、皆さんのご要望形にしました。3月のアップデートでカプチューンアレンジ曲をバックにプレイできます。自分が一番テンション上がったんですよね。はい、続いてカプコンファイティングコレクション、これダウンロードコンテンツで聴けるのはなんとカプチューンだけではありません。国内外から名だたるヒップホップアーティストが参戦します。すごいメンツですよね。すごい、ほんまにこっちの方もっと大々的に告知じゃなかったんじゃないかと思うぐらいすごいです。はい、いや本当ね、詳しくはこちらの URL まで。はい、本日お伝えしたい内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。